ワイワイワイとシマモモクッコングキングダムだ。ある日突然、自宅のキッチンでシマシマ模様のピンク色のゴリラが料理していたらゾッとしますよね。そんなシマモモピンクゴリラは夢の世界の住人、しかもジャングルの王様です。赤ちゃんの時はまだ毛が桃色ではありません。真っ白な毛と赤いシマ模様が特徴的です。大人へと近づくたびに桃色へと変化していきます。おや、黄色いシマモモピンクゴリラ、珍しいですね。ポーポケットサイズのモンスターそっくりです。可愛い声で鳴くかもしれません。少しバットで殴ってみましょう。やっぱりゴリラの鳴き声でした。シマモモピンクゴリラの回復力は桁違いです。どんな怪我もすぐ治ってしまいます。シマモモピンクゴリラの尻にも島があります。まるでピンク色のスイカです。ちょうど手元にバットがあります。スイカ割りをしましょう。おや、これはよく売れたバナナ。シマモモピンクゴリラの大好物です。早速皮を剥いてシマモモピンクゴリラに与えてみましょう。おや、バナナの中から野球ボールとグローブが出てきました。やったね、これで一緒に野球ができるね、シマモモピンクゴリラ。ギャー、野球ボールじゃなくてシマモモピンクゴリラの赤ちゃんだった。時として野生の世界ではおよそ人間が思いつかないほど残酷な世界を垣間見せてくれます。核戦争、世界恐慌、貧困、監視社会の不安の荒波に押し込められたこの鉄とプラスチックの密林の中で、社会の残酷性が思い込まれないのではなく、その残酷性に気づく術を忘れてしまっているのではないかと、血まみれのシマモモピンクゴリラを教えてくれた気がします。ジャングルという過酷な環境の中で生き続けるシマモモピンクゴリラと人間の成り合いの本質は本当は一緒なのかもしれません。はい、今度六角さんから、何か送ってもらったんで、つったらですね、箱がめちゃめちゃでかくて、まあちょっと中身はあらかじめ聞いてるんですけど、聞いてるっていうか、箱も超でかいですね。ちょっと開けていきましょう。開ける瞬間がなんかいいんですよね。すごい新鮮なんですよ、これ。あ、六角さんどうもありがとうございます。箱がでかい。じゃあオープン。おっ、ちょっと待って、めちゃめちゃ入ってるんですけど。待って、ちょっと まずこれですよね。はい、ドーン。まかっちゃん、九州の味。しかも1つかめめちゃめちゃ入ってるんですけど、これサロリーメイトが、いや、これは助かりますね。冷蔵庫の中何にも入ってなかった、何にも入ってないんで、マジで。カルリーメイトは全色全味5個、うん、まかっちゃん、九州の味なの、豚骨っすかね。こっちが醤油で、うわ、これも嬉しいですね。ちょっと酒が
酒が今手元にね、うわこれめっちゃありがたいですね。ちょっといやこれニックさんのもすごかったですけど、六角さんのもすごいですね。いいんすかねこんなもらっちゃって。ちょっと飲みながら、ちょうど今酒がなくて飲みながらやりますね。あ、六角さんいただきます。久々酒飲んで、あ、こないだ飲んだか。いいチコもう一個と、こっちも豚骨っすね、九州の味。こんなっていいんすか、ね、豚骨いやマジで助かるんですけど、ありがとうございます。続きましてですね、うわ俺これ好きなやつ、5つの味の春雨のやつ、うわこれ好きなやつ。俺春雨スープですね、春雨スープが2、さらにドン。え、何これ。いやめっちゃ半田手延べ。うわうまそう。あ、あわ六角さんの。へえ。あ太めで。これいいっすね。これあの。ザルにして氷でビンビン冷やして、あのめんつゆとネギとわさびととかうまいっすね多分。やべテンション上がる。でドン、これも2個。最後にね、なんか脇っちゃまに小さい袋でなんかついてますね。これは最後かなと思って。え、食おうかいいんすかこれ金券。うわマジで、うわちょっと気の毒ですねこれ。いいんすか、一応でも六角さんにも贈り物させてくれっつって言ったんですけど、前あの流行語大賞っていうのやって、その時のアマゾンのやつがあるからって、それの代わりにって言うんですけど、これもう倍返しどころじゃないっすよね。あのなんかもういやほんと申し訳ないっすね、けどめっちゃ助かりますマジで。もうこの本は絶対何かで返しますんで、はい、命つながりました。あ、前回のニックさん同様、本当ありがとうございます、ありがとうございます。2枚ももらっちゃった。いいですか、めっちゃ助かるんですけど。とりあえずなんで一応クッキング動画なんで、うまかっちゃんですかね、うまかっちゃん1個じゃあ普通に作って食べるっていう感じしたいと思います。はい、九州のラ、あ、九州味のやつやります。
と、出ました。でこれと海苔ですね。海苔とあとネギと、ネギもうこれだけで、あと胡椒少々ですね。これだけでもう十分美味しいんですけれども、さらにうまみを増す秘訣でした。まあゴリラですね。ゴリラを見ながら食べると、ゴリラーメンのうまかっちゃんですね、タイプでいきたいと思います。いただきます。ちょっとあの鍋ごとでお下品なんですけど、麺は固めですね、固めで鍋ごとでお下品なんですけど、ちょっとお皿を割ってしまったので、ちょっと失礼します。いただきます。こんなあの絶対うまいやつですからね、全然うまいです。めちゃくちゃうまいですこれ。いやこれはもう、じゃあちょっと海苔を絡めて行ってみたいかなと思います。いただきます。うん、これはもううまい。これはもう国民食ですね。本当、本当緊急時の、緊急時もいいし、そういった急ぎの用があったり、いつもそういったそばにはあのうまかっちゃんがいてくれたんだなって思いますね。本当に美味しいです。じゃあこれちょっと究極、ちょっと一味いってみましょうか。まかっちゃん海苔一味、これもうまいと思うよ。胡椒はもう結構たっぷりかかってる、こんな感じで。いただきます。うん、まあまあまあ、うまいよ。何したってうまいっすよこれ。Oh.